本堂願い上住院は、静岡県伊豆の国市にある、高野山真言宗の寺院。三号は、天守君山。境内は、国の史跡に指定されている。仏師、運慶の数少ない新作の一つである、阿弥陀如来座像などの仏像を安置する。東鏡によると、文治五年に、北条政子の父親で、鎌倉幕府初代執権であった、北条時政が、 娘婿の源の頼朝の欧州平泉討伐の戦勝祈願のため建立したという。ただし、寺に残る運慶作の書物は、その3年前の文治2年から作り始められており、欧州征伐の戦勝祈願のためというよりは、北条氏の宇治寺として創建されたものと考えられている。東鏡には、家庭2年までの間、元上寺院の仏動、 東などのガラン造営に関する記事が散見され、北条時政とその子義時、孫の康時の代にかけて、次々にガランは拡大したことがわかる。原型台の北方、住宅地を挟んで500メートルほど離れた位置に、礎石などの遺構が確認されており、同遺構と原型台の間には、園地の跡も見出された。前世紀には巨大な池とその中の小島を橋でつなぎ、 多くの道府や塔がそびえ立つ、藤原時代様式の壮大な画ンを誇る伊塚氏の大寺院として、映画を誇った。しかし、遠徳三年に、北条総運による動乱で、岩丈寺院はほぼ全焼し、わずかに再建された道府も後任の豊臣秀吉の小田原征伐の際に、再び全焼。本尊をはじめとする仏像則は僧侶らの手によって運び出され、焼失は免れたが、 多くの寺宝は怪人に返し、岩上樹院は事実上壊滅した。岩上樹院史跡しかし、江戸時代に北条の末裔、北条指定が再建し、現在の遺構はほぼその当時のものである。現存するかやぶきの本堂は、胸札から完成元年の混流とわかる。昭和30年代には本堂横に大御堂が混流された。現在は小さな境内であるが、 裏山一帯は、王子の頑丈樹院の敷地であった。運慶作の仏像極が2013年6月19日付で、国宝に指定されている。正式の国宝指定名称は、以下の通り。ありがとうございます。